はい、ということで大変お待たせいたしました。 1.27 最後の車ということで、セリカ GT4 ラリーカー、あー最高にいい車をね、グランツーリスモさんね入れてくれたよ。かっこいいべ、もうかっこいいわ、最高ですよ。もう惚れ惚れしちゃうよねこの車ね。すーげーかっこいい車ということで乗っていきたいと思います。はい、ということでセリカ乗っていきたいと思います。やっぱりセリカといったらこのダート、いや馬力的にもちょうどいい。俺本当この時代のそのあまり馬力のない時のラリーカーが一番好きなんだよね。今も馬力ないよって言うけど、その何、やっぱノーマルカーベースっていうのがもうほとんどね中身変えただけっていう感じが一番好きなのよ。うわかっこいい、うわ笑いが止まらねえ、めちゃくちゃいいわこれ、かっこいい。最高じゃない。かっこいい、たまんねえなこの車。ふいジャンプ、ふいジャンプ、ふいへへ。もうこの車が追加されてるんだから、もうねインプレッサも追加してほしいな。ふいいやー、この時代のラリーカーは本当にいい車だよ。いいぜ、この年代のラリーカー、マジでいっぱい追加してほしいね、グランツーリスモでね。なんか、あれだね。この車乗ってると、わ、グランツーリスモしてるわって感じがする。いや、これ、子さんの声だからあれなんだろうけど、ごめんね、おじいちゃん出すよ、おじいちゃん出すけどさ、やばい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 、おじいちゃん出すんだけど、本当にこの車に乗ってると本当にグランツーリスモ、あ、やってるわって思う。何なんだろうねこれ。いや新しい車が悪いわけじゃないんだよ、新しい車が悪いわけじゃないんだけど、いやこう昔からずっとグランツーリスモやってるね、おじいちゃんからしたらね、もうこんなんもういい車でしかないのよ。でこの車にお世話になってる人もいっぱいいるわけだから。うえ、まあそこまで追加できるかね、してくれるかわかんないですけど、それでもめちゃんこいいわー、いいわ、大好き大好き大好き、これは最高ですよ。あ、いいわ、原点回帰みたいな感じ。うい、うわもういい、これはねいいな。めちゃくちゃいいわ。グランツーリスモでこんな褒めたのいつぶりだ。いつぶりだろうね。すげえいいじゃん。飛びます飛びます飛びますよ、はい飛ぶー、はい、ドブー、イエーイ、いい感じ。うわたまらねえな、たまんねえよな。
その馬力がね少し足りないよってくらいが一番いいわ。運転しやすいし。運転しやすい。確かにパワーはね必要、必要なんだけど、パワーあっても扱いにくいものだと嫌じゃないですか。ラリーカーであっても、うえ。じゃあこれで今回はトヨタのセリカでしたけども、インプレッサーね、丸めかもしれないし、で 2DB はちょっと追加されちゃってるので、あのもしかしたらねあるか分かんないですけども、一応涙目とかね丸めとかのインプレッサーのそのラリーカーが追加されればね、もうグランツーリスモのラリー業界はもうやばいですよ。おじいちゃんが若返ったようにね、グランツーリスモを買い始める可能性もなきにしもあらず。それくらいめちゃくちゃいい車。やばい、事故る、危ない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 。これでね、もうインプレッサーね、ランエボってきたらね、まあでもインプレッサーきつい、インプレッサーじゃねえな、インプレッサーは出てきてもいいけども、ランエボきついかな、あれラリーアート仕様じゃないと出せねえだろうな、あの丸ボロがねあるのでね、エボ4だ、あれエボ5か、5か6だったよね、あのいい車、まあ7でもいいけどね、エボ7ラリーカー、あれは特殊だっけ、エボ7ラリーカーは。うわ、でもそれもいいし本当にこれは楽しすぎるだろ、これはいいわ。ちょっとグリップ感は高いなやっぱり。ああ、もうこれね、俺楽しいあ、楽しいよこれは、本当にこれ楽しいね、本当に楽しいよ、こんなに楽しいことはねえべ。おじいちゃん出しちゃうの本当申し訳ないけど、これマジで楽しいよ。いやー、おい、楽しい、ずっとやってっちゃうから、これはここで終わりにするけどねずっとやれちゃうよ、こんな車持ってたらはい、ずっとやってそうなので申し訳ないんですけども、これやめさせていただきます総合評価に行きたいと思います。はい、ということで総合評価やっていきたいと思いますけども、最高だね。もう走ってる時からずっと言いましたけども、この車、まあこの年代のこのラリーカー、まあちょっと進んだ年代のラリーカーがまたこのグランツーリスモに復活してくれるって考えると、もうドキドキがこう止まらない。いやーこの車グランツーリスモが良くなって乗れるとは思ってなかったので、本当に良かったです。もう馬力もねある程度、そのまあ大体300馬力まあ400馬力いかないくらいの車でこのラリーカーが乗れるのは本当に嬉しいな、嬉しいな、本当に嬉しい、嬉しいって言葉しか出ないくらい嬉しいってな感じで、うん、語彙力がないまま終わりにしたいと思います、はい、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では皆さん、バイバイ。